理想的なフィルタ回路の周波数特性周波数軸は対数で表現される。バンドパスフィルタとは特定の周波数帯の物理現象を抽出するフィルタの一種。必要な周波数帯のみを通し他の周波数は通さない。エレクトロニクスや信号処理など様々な分野で利用されている。それ以外の分野での使用例の一つに大気化学がある。 直近のある期間の気象データをバンドパスフィルタにかけることでサイクロンだけをデータ範囲内の変化として残すことができる。また、有限体多層膜は特定の波長の光のみを透過する機能を有しバンドパスフィルタとして機能する。一例として太陽光に含まれる Hα 線のみを透過する Hα フィルタ等がある。アナログ電気回路では RLC 回路で実現できる。理想的なフィルタは完全に平らな通過帯域を持ち、通過帯域の外のすべての周波数を完全に減衰させる。しかし実際にはそのようなバンドパスフィルタは存在しない。フィルタは必要な周波数帯域外のすべての周波数を完全に減衰させるというわけではなく、特に必要な通過帯域のすぐ外側の帯域では、 減衰はするが完全には取り除けない。これはフィルタのロールオフとして知られており、これは周波数のオクターブあたりの減衰を DB で表現される。一般にフィルタのロールオフはできるだけ狭くなるように設計し、その結果フィルタはできるだけ理想的な特性が得られるようになる。しかしながらロールオフが狭くなるとと,ともに通過帯域は水平でなくなり始めて、 リップルが生じ始める。この効果はギブズ現象として知られており、通過帯域の端で顕著である。ありがとうございます。